なんと、翔平さんが誕生日プレゼントを用意してくれました。ありがとうございます。嘘、全く、初めて俺サプライズ食らったかもしれない。ちゃんと。動画回す前に言ってね、ちょっとリアクションが良かったんだけど、実は持ってきたんです。ほんとびっくりした。なんかそろそろ誕生日だなっていうことで、こういうちゃんとした。すごい、めっちゃちゃんとしてる。しかも見て、紫。それ色選ぶ。開けちゃっていいですか？どうぞどうぞどうぞ。中身なんでしょう。開けれるかな、まず。これ持ってたらごめんなさいっていうのがあるんですけど。でもこれ、もう何かわかります。プレステ5ではない。いや、それそうです。薄さ的にね。薄さ的にプレステ5ではないってことがわかる。なんでしょうか。ノートパソコンケース。やった。嬉しい。持ってない？ちょっと待って。開け方が分かんない。ちょっとこれいいですか？どこから行く？パソコンのバッグは持ってるけど。あ、そう。持ってないよなと思ってたの。あ、すごい。これはちゃんとカバーになってて、素晴らしい。で、一応なんかこれでね、こうやって。やることになるんだ。やりやすい。よくパソコン使うから編集とかで結構なるほど水平になってると見づらいのがある。疲れてくるからそういうのあった方がいいかなと。これは充電器とか入れるよと。あ、そう。すごいな。マジでびっくりした。マジでびっくりした本当に。数年前の誕生日サプライズ僕が台無しにしちゃったんで。そうだ。おそれさんとね、翔平さんが用意してくれてたのよ。けど、俺は何も知らず、いつも通り普通に稽古を着て、準備中に入っちゃったの。今これやるぞっていう打ち合わせをしてる段階でもう来ちゃって、壊しちゃったから。なんすかみたいな。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと早速、今、僕が演出補佐で入ってる現場でパソコンとかめっちゃ使ってるんで。使わせていただきます。快適になればいいかな。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。